考え転換でこれ、ね、じゃあはい、やりましょう。これ強い人にはここに行ったら負けちゃうんだから、やられちゃうんだから、ギュってカチンカチンなんだよ。競争したらこれで戦いに勝てればいい、勝てれば僕の方が強ければギューってやってこういうふうにほら痛いの多少我慢してね、痛いけどさ、痛いけど、あ痛いなって思いながらこうやって痛いんだよ、こうすごく。でもね、力でできないんだけど、力でできないの、できないの、できないの。だからこうやってほら、あちらへどうぞなの。だからこうやってギュッと持たれてもここで競争したら負けちゃうってこと。強い人には負けちゃうの。自分より体力ある人負けちゃうの。自分より力ある人負けちゃうの。だから彼はここを通り越して向こうへやってほしいの。だからこういうふうに持ってんだよね。こうなってんだよね。こうギュッてこういうふうになって肩が痛くするよって。だからここで競争してないの。これを反発してこうやってやって力が僕があればできるんだけど、やらないの。本当こうに入れ替わったので、方向は向こうなの。方向は向こうなの。ほらここで競争してる限りダメダメ、いくらやってもだ。それの練習なの。それは基本なの。あのここで競争しないの。ここ来るの分かってんだから、分かってんだからね。で場所探してんの、隙間探してんので、ここ競わない方法、こういうふうにほらギューってギューってこういうふうに来てる。そらこうなってこう四方投げとかね、こうこうやってこうやって、そういう形でしょ。だからここ基礎似てんだけど、やってじゃダメ。そしたらこうそういう形だから、それで変化があるのね。で力の入れ方によってこうなったらほらここで競争したらんだよ、持たれちゃうんだからね。そういうそれがミソだからね。あのこうやって彼がまあいいや、こうやってやってあー入ってえなって思いながらこうやってやれば多分できるんだけど、多少痛いでしょう。こうね、なるべく痛くないように、ほら痛くないように上下で自分が安定で意識が先行してんの。ここで競争してないの。そういうことが学びなの。あ、そうや。だから来た時に力が入る前にこうやってやってもいいよ。力がギューってギューって痛い。これね、持ってたら5になったら痛いんだから、痛いんだから。だからこうやってああ取りに来た向こう、あちらどうぞ。そういう形ね。で今日はこれあるから、こういうの使ってこういう自分が持ってこうね、まっすぐしてこうあると思って、ここになるべく競争しない、ここ手首競争しないで、こういう刃先こう競争しない練習。そのためにこれ使ってるのね。これ競争しないの、競争しないの。ここで競争しするとこうなっちゃう、こう競争しないの。歯使いたいんだからおほら歯、そういう感じね。で力入れないで、なるべくあそこ準備してるから。こういうのって道具なのね。だから彼刺しに行きたいの、刺しにこれ使って、刺しに行きたい時にこうやってこうやって外れて持ったよね、それで刺しに直接力はダメなのこれ。だ力入れすぎ、みんなもっと力抜いて、彼は直接行ったら抑えられちゃう。だから合わせたの。それから上に出てこうほら、だから力抜けてんの。ここ力みんな入りすぎで、ってこの刃物使いたいのは分かりますよ。だけど力入れたら入れるほどやられちゃうんだ、止められちゃう、ザーザー止められちゃうんだよ。だから合わせてんの、こうやって合わせてんの。そしてこうやってほら全然力ないよね。力なくてやりたいの。道具使いたいの。歯使うためには力抜けても切れるようできてんだから。だからそういう話ね、そういう話。
だ力抜く練習だから、力抜いて刃物を使う練習。刃物っていうのは意識みたいなもんだから、意識はあちらですよ、上ですよ、下ですよってやったんだけど、刃物はより具体的だから分かりやすい。だから刃物使ってんの。鳥の人が刃物使ってんの。だからそういう話だからね。それを理解してほしいの。で、本当はこんなのなくたって、意識だけあっち、上、下。そういう意識だけでできるの。そうすると力抜けて、リラックスして、一番いい方法。競争するのは一番馬鹿げてる。力でかっ、いかないんだから。だから方向ね、向こう、上、下、下、下なんだけど、真下ね、真下で、こっち、こっち出ちゃう人いるんだけど、これほら、ダメね。こうやって来てれば、こんにちはってやるだけで落ちるの。だから意識の使い方の。だから その代わりにこれ刃物を使ってるっていう、そういう、それを理解してね。で、今度上、今上やったけど、今度は下、こうやってって下、足切るの、足。足切るつもり。そうすると力抜けて、自分の中心で、こうやって来て。こうやって外れて切らないのね。これ、うまくないから。自分の意識から外れちゃうから。意識の中に入れとくの。そしてこう。で、向こうへ出して、で、足、こう来たの。それだけしかやってないの。それが、こう刃物なくてもできるように。で、最初は刃物。向こう。それから足。この刃を使う。刃を使うために意識を使うんだけど、本当は意識を使うんだけど、刃物を使ってやってるってことね。これ25キロで、25キロでキッてつけに行けば25キロ。初めから、50キロで出せば彼50キロ出してくるの。5キロだったら5キロ。で、それは僕の力に対応して彼は調節してんの。で、無意識でね、無意識で。だから、0キログラムだったら、ここ0キログラムだったら0キロなの。0キロ。ほんと、0キロでもいいの。関係ないの。だから、合気道やって筋肉がガッてガッてやってるけどさ、関係ないから。なんていうのかな。だから、力離れてりゃ0キログラムだよ。ほら。力離れてれば。でも、触ってるから、これやっつけてやろうと思えば、50キロになっちゃうんだね。50キロに対応した50キロの力出してる。でも、ほら、0キログラムだったら0キログラムなんだよ。そのために刃物を使ってんの。これ素手でやったら難しいから刃物を使ってんの。刃物ってのは触ったら切れちゃうの。だから、触るだけでいいの。触るだけで。本当は切るときギュッて、なんだっけ、冷凍肉切るときこうやってゴシゴシやるよね。あ、大変だけどね。本当は切れるの。そういう想定でやってんの。これ切れると思ってんの。木だけどね。ゴシゴシやらなくても切れる。だから、それより大事な姿勢だとか方向だとか力抜くだとか、そう、力入れたら何にもなんないんだから。力入れたら分かんなくなっちゃうの。方向とか。だから力抜く練習だの。力抜く練習で合気道やってんの。で、抜ければ自由に動けんの。抜けないと不自由なの。固まっちゃったから。足が止まっちゃって不自由なの。でも自由になる練習してんだから、こうやって、ほら、あっち、こっちって。そういう話。で、今度は下半身、こういう足とか。それで四方投げっていう形があるわけ。こうやって四方投げ。ズバッと切ってもいいよ。まっすぐ上げて、まっすぐ。ほら。全然こういうとこギュって、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 ギュってやってないの。別にこの辺やって関係ねえんだろ。こうやってほら、まっすぐ上げて。まっすぐ、ほら。だ、全然力入ってないの。で、手首でやってないの。刃物でやってんの。刃物を使って、こうやって。刃物を使って、こうやって、こうやって。こうやって、刃物。この刃物だから。刃物持てるだけでいいの。昔、海藻が、箸持てりゃいいって言ったんだけど、そういう話なの。だから筋肉、やる必要ないの。あれね。じゃあ、そういう話。それで、四方投げの練習。ブチュって切ってもいい。ブチュって。ブチュって切ってもいい。でもここに手があった。そして上から入って、
この刃物使う、こういう、それでした。そういう話ね。そういう、そういう練習で、塩投げってすごくいい稽古だから、塩投げやりましょう。終わってきて、まっすぐ上げて、ビュッて下げるの。それ力のなるべく抜いて、なるべく抜いて。で、自分の姿勢。自由。自由。自由が大事だからね。じゃあ、塩投げ。こういうの使うと分かりやすいよね。自分でもさ、いいなと思って。あんまり鳥がこういうの刃物とか持ってやらないからね。で今度、塩投げの時だけど、こう50キロ、50キロって、自分の自由を阻害してるのは自分の筋肉だから。これ、動けなくなっちゃうのは自分の筋肉のため。筋肉がなければ動けるの。ほら。ここでこう、こう。ね。筋肉。自分の自由を阻害してるのは自分の筋肉だってこと。そういうことをよく分かって、稽古があるのね。だから、大体自分の自由を阻害してるのは自分だから。だから自由に動きたかったら自分をなくすっていうかさ、いろんなこと言ってる人いるよね。偉い人ね。そういう話ね。だから、そういう話。で、形があるの。形っていうのは、塩投げとかそういう、入り身投げとか、合気道の形があるの。それを学ぶためにやってんの。ね。で、今度なんだ。今度入り身投げだから、今度入り身投げか。入り身投げで、こうやって、ほら、入り身の、あちらどうだろう。あちら。でも、こうやってやると、隙間が見えたの。隙間、こっち。こっちに入ってくるの。こうなって、彼は止まってくれてるんだけど、こうやってやって、取りに来たんだよね、こうやって。ぐーっと取りに来たんだよね。取りに来たけど、いいよ、取って、じゃあ取っておこうか。こうやって来たの。で、ね、来たんだけど、この手をこうやって抜けてくるとほら、抜けちゃうの。自然と。こうやってガッチリ持ってて。ガッチリ持っててもね、これがこう来て、ガッチリ持ってたらするよね。でも、こうやってやると抜けちゃうの。ここ見えたの。ほら、ここ。この辺。そしたら、僕はここ向こう側にいたんだけど、こっち側に出ちゃうの。で、自分のいたとこに落としてきたの。こうやって。そうすると、崩れてきたの。で、ボカって。これだけ。これ、入り身投げっつうのね。これも、だから、力抜いてやってほしいの。いや、相手をやっつけるためには、やっつけてやろうと思うとやられちゃうの。こうやって入ろうとした瞬間に来るよ。でもいないんだから、ほら。こうやってこう。こうやって。落としたら来るんだよ、ね、相手。彼が勝手に倒れちゃったって、そういうふうにやってほしいの。ね。だからなるべく力抜いて、自由。自由のためにやってんだから。こう自由のために自由に。こうやって来て、ほら。ほら、して、こう、さっき、これ切ってね、こう。で、こっちか。入った、ほら。ほら、追っかけてくるの。そしたら、ずっと上げてきて。こう。それだけ。自然の反応を利用してるってのはあるのね。自然の、彼の、こうやって入ってくると、彼は嫌だから、この手を拠り所にして、こっち回ってくるの。ほら、待ってれば来ちゃうの、ボカって。でも、来る前に、こういうふうに来る前に自分はこっち向いてもらっちゃったの。だからこういうふうに落としちゃったから。こういうふうにできるっていう、そういう話ね。それは自然の反応だから。防御反応ってやつ。相手の防御反応。で、そういうのを利用して、少し力抜くの練習だから。再三言ってるけど、力抜くの練習。で、自由に動く。まあそういう話ね。じゃあ今度同じなんだけど、こうやって来たよね。ブチュって切ったんだよね。切ったんだよね。で、来たんだよね。で、こうやったら入り身投げ。で、こっち、隙間見つけないで、来た。それからこう、相手と相対してる。そういう形で、このまま行くんじゃなくて、ちょっとこっち。ね。こうやって、あちらどうぞ。そしたら、まっすぐ来ると、これが嫌だから。これが来ちゃうの。だから、ちょっとこっち。それでこういうふうに。そういうふうにやってほしいんだよね。そうすると、足の位置だけ。場所の目標の位置だけ。距離。相手よりちょっと離れてる。
ちょっと、な、入り身投げをちょっと離れてるだけ。で、技の形は同じ。こう来て、さっきはこっち入ったの。今度はこっち入ってこい、こっち。それでこのまま行くと、しちゃうのね。足が待ってる。だからちょっとこっち。こう、墨落としの位置。この墨落とし。その位置にこう落としてきたの。こう、ね。そういう感じね。こう来て、こう来て、こっち、こっち。そういう感じ。そうすると、小手返しって形になるの。こうね。こう来て、こう来て。このまま行かないで。こちらに出すの。こちら。ストップ。本当はこの手なくて、こうだよ。本当はこの手なくて。本当はなくて、こうね、こう。そして、こうね。それで、こう出してきて。で、こう。こう。で、こういう形ね。今まではずっとこうやって来て、こっちとか、下がってきたとか、こっち側に入ってきたの。で、今度はこっち入りたいの。前。と、この手が嫌なの。この手、バーって来るのね。このまま無理やりに入ったら来ちゃうの。だから、こうやってやって、こうやって来て、来たら、置き換えて、ボカって来るんだよ。来る。これね、来る。だから、来たらすぐ上げるの。こういうふうに。それで場所もらうの。場所もらったの。さ、倒れな、ほら。ほら、倒れちゃった。そういうふうにやってほしいのね。これ一挙って形なの。今まではこっち入ったの。四角。で、あ、それとね、みんな手で競争してるから。転換できないの。ほら、手。じゃなくて、僕が彼と競争してるのは、競争してた場所の取り合いなの。これ、筋肉の取り合いじゃないの。筋肉の競争じゃないの。場所の取り合い。場所、ほら。場所。だから、ここで競争したら損しちゃうの。やられちゃうの。彼の方が強いかもしれない。だから、場所をもらったの。場所。近く。で、彼はおへそ向こう向いちゃってるから何もできないの。右手で殴りたくても殴れないの。その間に俺が何かやっちゃったの。俺が何かやっちゃったし、こうやって落としちゃったとか。ね、その間に、彼が腰を回して来る間に、そう、来る間に、僕はこっち入っちゃったの。それから回してきたんだけど、回して待ってりゃ来るよ、こうやって。でも、回してきちゃったの。だからこうやって落としちゃったの。で、こう、だから一歩早いの。なんつうのかな。まあそういうのが入り身投げとか、小手返しとかね、そういう形。で、一つ目はこっち側入ったの。で、今度は前に入るために、こういうふうに入りたいの。で、この手が待ってるの。こうね、待ってるから、この手を上げるの。こうやって。そうすると、倒れちゃった。この手を上げないで、入ってきと、入っていったら、やられちゃうんだよ。こうやって、かけりして、やられちゃうんだよ。こうやって、やられちゃうの。だから、これ上げてんの。また、これ上げてんの。上げるのが大事。テンション。力で上げんじゃない。テンションで上げんのね。テンションってのは力ってのはこう、なんか、上げんだけど、テンションってのは近づくの。こうやって。ここ力入ってないの。力ってのは、こういう力上げるんだけど、テンションは力抜けて、こうに入るの。ほら。あ、ごめんね。そういう話。で、一挙やりましょう。そういうのが一挙の形ね。で、一挙は線だって。で線なの。線。こう入ってまっすぐ落としてしたら来る。来る前にテンションが上がってんの。テンションで。で、場所もらった。そういう感じね。で、一挙の形。で難しいけど。こっちから来るんだったらテンション。テンション、こっちから来るんだったらテンション。これは線ってことなの。持たれちゃったら、こういった瞬間に来ちゃって終わっちゃうの。だから、線でもらわなきゃいけないの。線で来た時じゃもう上がってんの、こうやって。だから来ないの。あ、ちょっとごめんね。上がった時には来て、こうやって。だから来ないの。ほら。だから、合気道は線だって言ったんだけど、みんな、
剣で5になったらやられちゃうの。5になってガッチリ持たれたらやった瞬間にやられちゃうんだよ。だから剣なの。だから持ちに来た、持ちに決断して持ちに来た瞬間に上がってんの。だから来ないの。そういう風にやってほしいの。それから今2つ方法あって、こっち入って、それからへそって来るんだよね。この時も線なの。だから上がってんの。こうやって上がってんの。これも線なの。これ5になったらやられちゃうんだから、こうやってやって、こうやってやったらやられちゃってんの。上げる前にやられちゃってんの。だから下げてきたらもう上げてんの。上げて、そういう線だ。線の稽古なの。だから一挙って線なの。あのどちらかというと線の学びをする。うまくいかねえなってのは大体5になってから。我々もそうだったんだけど、大体うまくいかないのは5だから。5だ、あ、線にやんなきゃって言うと、こうやって彼が反撃してくる前に決断するしたと瞬間には終わってるって形にし、線だ、線の学びなのね。そういうことを考えて、じゃあ一挙少し、もう少しこういう座って、ね、これもまあこれもね、これも空いてる甲に出していかない。なるべくこうやって、テコだから。テコってのは短い方が強いの。こういうふうに近いの。こうそう、彼は長いよね、テコね。で、自分の中心にこういうふうに持ってきたの。それはビール飲めとか耳かけとか頭かけとか昔言われたんだけど、その方が楽なの。ほらこういう形、ビール飲んでんだよね。と自分の体側に近いので、彼は長い、だから力入らないの。でも僕は力入るの、こうやって。全然で、こうやってやったら一挙なの。そういう形なの。だからこういうふうに、ほらそしてこの脇の下をこうやって持ってきたの。そしたらこうなって、なんて一番損したのは、こうやって相手の体側にこれ近づけちゃって、自分がこう全然いかないんだよね。これ自分の近づけちゃうの、こうやってで近づけちゃう、こう近づけちゃうの。そしてここのところにこういうふうに入ってくる。そういう感じね。じゃあそういうの最近こういうのやってるのね。こう近いの。そしてここの脇の下、こう、そしてこう入ってくる。こうね。じゃあやりましょう、最後に。